こんにちは、サナエです。こんにちは、走るバッス。いやー、サナエちゃん。急に呼んじゃって、申し訳なかったっす。いえいえ、ラルさんのお誘いなら、喜んで。そう言ってもらえると、嬉しいっす。それで今日は、何の集まりなんですの？タコドラキーさん主催の、舞台イベントなんすよ。すまない。タコドラキーさん？ゆっくり実況者さんで。黒木元凶の、コンパクリンこと、タコドラキーさんっすね。そうでしたの。よろしくお願いします。それで、どんなイベントなんでしょう？兄貴からも、強い要望のあった。鬼ごっこっすよ。え、ラルさん、今なんて。サナエちゃん、鬼ごっこっすよ。鬼ごっこって、あの鬼ごっこですの？そう、あの鬼ごっこっすよ。お兄さんが、鬼ごっこを、強く要望していたって、どういうことですの？それが、僕にもよくわからないんすよ。突然、兄貴が、今すぐ鬼ごっこをしてこいってね。激しい口調で、連絡があったんす。あら、お兄さん、何かあったのでしょうか？まあ、そんなこんなで、このイベントってわけっすよ。そうでしたの。兄貴が進めるからには、必ず意味があるはずっすね。ラルさんは、このイベントで、その意味を、見つけるのですね。そういうことっす、サナエちゃん。ではラルさん、ルールの説明をお願いします。オッケーっす。まずは、2回に分けて行うっす。1回目は、コスト300以下の強襲機で、ザクのみ。格闘は必ず装備で、他は自由。モジュールもオッケーっす。鬼は、僕と、Dからさんの2人で。格闘を当てれば、捕まったことになるっす。捕まったら、本拠点は井で待機っすね。2回目の機体は、自由っす。また、戦略上、鬼は何を使ってもいいみたいっすね。スタートと、終了の合図は、タコドラキーさんが、してくれるっす。では、そろそろスタートっすね。ラルさん頑張って。みんな、中央付近まで、逃げてるっすから。SFS で、奇襲をかけるっすよ。今回のイベントに、出演する舞台員の皆さんは、タコドラキーさん、Dカラさん、マーク3さん、トーマさん、ゴンベさん、戦の舞姫さん、駆逐してやるぞさん、コウイチさん、星熊遊戯さん、笑う死神さん、スライム5さん、加藤456さん、となります。みんな、中央に集まっているから、そっちに行ってみるっすね。SFS って、便利ですのね。でも鬼は、一回しか、使用できないそうですよ。そうなんすか？はい、鬼以外は、制限はないようです。それは、ちょっときついっすね。でも、なんとかしてみるっすよ。ラルさん、頑張って。防衛ライン、了解っすよ、サナエちゃん。これは、SFS を追いかけても、無理っすね。下にいる人に、狙いを定めるっす。ちなみに、鬼ごっこ仕様のザクワンは、こんな感じっす。ザクワンは、3つの特性の機体を、1体ずつ持ってるんすけど、鬼ごっこ仕様には、最もレベルの高い、つまり、最も足回りのいい、機体を使ってるっす。確か、3体のうち、唯一フルマスチケ強化した、機体でしたわね。サナエちゃん、それを言われると、なぜか、涙が出てくるっすよ。え、どうしてでしょう？それは、この絵を見て、わかる人だけわかれば、いいっすよ。では、あえて突っ込むのは、やめておきましょう。鬼ごっこ仕様の武器は、軽量ヒートホークのみっす。モジュールは、持っている中で、使えそうなやつで、ダッシュ制御1、オーバーヒート冷却1、格闘出力制御1を、つけてみたっす。完全に、鬼ごっこ仕様なんですのね。そういうことっす。
ブースト効率 11% アップなんで、ザクワンとは思えないほど使いやすいっすよ。トーマさんとテイカラさん、いただきっす。ちゃんとタホドラキーさんは様子を見に来てるんですのね。お次の獲物に向かうっす。次は駆逐してやるぞさんですね。もちろんっす。見つけたからには。ぐう、外したっすね。しかもオーバーヒート。ここは落ち着いていきましょう。了解っす、サナエちゃん。コウイチさんとテイカラさんっすね。相変わらず格闘は下手っす。いえ、もしかしたらラルさん。サナエちゃんも気づいたっすか。はい、鬼ごっこというのは名ばかりで。どう見ても戦闘訓練っすよね。私もそう思います。兄貴が指示してきた意味はそこにあったんすね。壊滅状態。どうやらそのようです。素晴らしいお兄さんですのね。みんな遠くに行きすぎているので、あれを使うしかないっすね。あれですの。あれというのは戦艦。そう、中央に進めて崖上に登れるようにするっす。いろんな戦略があるのですね。というか兄貴はこういう考え方も含めて僕に鬼ごっこをやるように指示したんだと思うっすよ。おっと、笑う死神さんが SFF から降りたっすね。ラルさん、チャンスです。このチャンスはものにするっすよ。多分まだ気がついてないと思うっす。お見事でした。さてと、お次は一度捕まった人たちが見学できていますね。その中にゴンベさんがいるのを見逃さないっすよ。こんなところに紛れているなんて。これで捕まえたっす。使った。あらら、ラルさん、今のは気のせいっすよ。ラルさん、終了です。了解っす、サナエちゃん。塀の上にいるトーマさんと戦の舞姫さんが勝者です。二人ともどこにいるのかもわからなかったっすね。うまく逃げ切った勝者ですもの。続いて2回目ですのね。鬼はゴンベさんとトウマさんっすね。塀の上にいる2人ですね。よし、鬼以外は逃げるっすよ。ラルさん、どうやって逃げるんですの。こうやってっす。指揮官からの指示。戦艦を使うとは。今スタートです。ラルさん、鬼が動き出しました。了解っす、サナエちゃん。ちなみにこの機体はレンタルっす。見慣れない機体だと思ったらレンタルだったのですね。イフリート界っていう機体っす。初めて使うっすけど楽しい機体っすね。ラルさん、まるで子供のようです。子供っすか。はい、新しいおもちゃをもらってはしゃぎ回る子供のようです。自軍本拠点 X の耐久値が残り 10% 以下。はい、大好きです。私たちの子も。私はそんな元気な子が欲しいんですの。こやー、鬼のそばに行かないとダメっすね。全然家が取れないっすよ。ラルさん、今の私のお話。サナエちゃんなんすか。いえ、全く。おもちゃに夢中な殿が立ったら。あれ、切られたすかね。はい、た
分。これで、みんなを映すことができるっすね。はい、こちら現場の走るバッス。代わりに、早。鬼の、トーマさんと、リーカラさんっす。両者、激しい攻防を、繰り広げてるっす。そこ、ウルトラパーンチ。そして、逆サイドからの、かわしたー。そして、ミラクル、ミラクル。ミラクルは、出さなーい。今度は、キックと見せかけてのー、ブンブーン。両者、一歩も譲りません。出たー。ミラクルのー、ミラクルのー。さらにミラクルだー。エネルギー充填、30%。50%。もう発射しちゃったー。もう我をやるしかないっすよ。かーめー。さあ、んはー。亀さんは？亀さんはー。聞きません。みんなの元気を分けてくれー。元気っすかー？自軍本拠点 X の耐久値が残り 50% 以下です。駆逐してやるぞさんと、光一さんも参戦かー。さあ皆さんも一緒に。元気っすかー？素晴らしい技っすね。どうすか、サナエちゃん、僕の実況ぶりは。え、その、ラルさん、実況は、初めてなのでしょうか。そうっすよ。自分でも、ほれぼれしたっす。まあ、初めてにしては。やっぱりサナエちゃんも、そう思うすか。ラルさん、終了です。もう終わりすか。もっと実況、したかったっすね。ラルさん。今日はお疲れ様でした。サナエちゃんも、お疲れ様っす。鬼ごっことはなばかりの、戦闘訓練だったっすね。はい、お兄さんは、素晴らしい方ですのね。だって、こんな方法を、思いつくんですもの。さすが兄貴、ってところっすね。なんたって、ラルさんのお兄さんですもの。それではラルさん、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。